ご飯来ました。これが日替わり弁当。そうですね、豚の生姜焼きの家庭の味って感じで美味しいですね。カメラ回ってる間に言ってること全部信じる必要はないですけど。はい、はい、今回は布施に来ております。そしてですね、なんと布施といえばここに映画館があったはずなのにマンションになってる。マジかよ。実はこの映画館見に来たことあるんですよ。東大阪のアーティストと曲作ってたからちょっと彼のとこ訪ねるっつって見たんですよ。なくなってる。でその真ん前にあるのがこちら容疑者。これは町のシンボルの映画館がなくなったのもさぞ寂しいでしょうね。長いことやってはるということでその辺の歴史も含めてね、お尋ねしたいと思います。こんにちは。やってきました容疑者。こんにちは、はじめまして、道山と申します。神田です。え、娘さんですか？またそんな。ここ経営者。ここ、はい、そうです。経営者の、はいはいはい、本日よろしくお願いします。こちらこそ。創業から35年、近鉄布施駅の高架下にある喫茶店容疑者。当初はスナックとして経営していましたが、およそ20年前、現在の喫茶店スタイルに。かつては家族連れの来店も多く、コーヒー以外のメニューも充実しています。ちょっと注文していいですか？グリーンティー。ないです。ないんかい。メニューにあった気がしましたけど。ありましたけど出ないんですよ。あれ長く置いとけないし。飾りですね。じゃあ紅茶どうでしょう？紅茶できますよ。お願いします。ストレートで、はい、冷たいのか温かい。温かいので。温かい、はい。砂糖もお願いします。あ、来た。コーヒー、あ、紅茶来た。ありがとうございます。薄いか濃いか分かりませんが。あ、大丈夫です。砂糖、茶葉。それ危ない危ない。似てますからね。2杯ぐらい入れちゃいます。ちょっとホッとしたい時はすぐ紅茶なんで、家でもそうなんで、もうレモンあろうがなかろうかという。いただきます。暑い時大変なの。暑い。薄いですが、これ薄いですがね、薄い目にしてます。あ、いいです、全然いいです、美味しいです。この映画館がなくなったりだとか、ずっとこう街をこう何年間ここで見てたっていうことなんですかね？まあ、スナックやりだして50年ですからね。それって32からです。キープボトルが500本以上あったというほど繁盛していたスナック時代。その開店当初からの店名容疑者には、ママさんの並々ならぬ思いが込められているそうで。お店の容疑者、これどういうあれですか？タイトルのなんか由来みたいなのは。そうですね、まあ、私がまあ いろんなことがあって主人と別れることになり、あれや、まあ、それはもうそんな話をすると長いので。じゃあ聞きましょう。カットです。ごめんなさい。それと、あの、私の2番目の兄が、あの、まあ、父親が趣味で趣味着八してって、あの、ほう、その、まあ、兄もそれをちょっと不要になって、でそのやりだしてって、その尺八からお琴に入って、お琴をやりだして、そしてまあ要するにそのお琴で結局作曲したのが、18の時に作曲したのが容疑者なんです。容疑者、はい。兄のお琴を残しといてあげたいって。世界を股にかける琴の奏者として活躍していた今は亡き兄ひろむさん。琴奏者として生きることを決意した18歳の時、作曲したのがオリジナル曲容疑者。この曲と兄ひろむさんのことを後世に残したいと、現在
本の出版まで計画しているそうで、ちょっと お願いしてる方なんですよ。この地はね、失礼します、うん、ただもう どなたですか。いや、本をお願いしている方でございます。お願いとは出版社の方ですか。いや、ね、広告代理店なんですよ。あ、代理店の、なるほど。 でまあお手伝いして、はい、出版今作ってる最中なんですよ。あ、なるほど、実はこの後もまたライターさん来られて、なるほど、なるほど、取材の続きをっていうことで、この人をちょっとこの辺の生き証人としてやっぱりその語り部、僕なんかそのやっぱ祖父母の話聞いたりして記録なんか、まあ、それ何の本にもするわけでもないんですけど、やっぱりこの聞いておきたいなって気持ちあるんで、こう語った方がいいのかなと思ったら、やっぱりそういう周りの方もそう思ったってことですよね。そうですね、まあ、一番ね、主にあのヒロミさんのことでフランスとかね、ドイツとかではいろいろ認められて、ドイツで認められた、ドイツじゃなくフランスで世界一認められた、世界一認められた、はい、なんか大きくなってきたな。あの容疑者っていう曲18で作曲したんですけどね、はい、兄はまあ小学校1年生かもうずっとなんですけど、100点以外取ったことない人なんです。は、はい、間違いなくね。でそれがおことにちょっと興味を持ってことにハマってしまったんですね。なるほど。でそのことにものすごい見せられて、それで、まあ、まず狙うとしたらおことで一番になりたいっていうね、なるには芸大しかない、その芸大を受けたんです、うん、行きました、うん、9人受けて、うん、兄だけストンと落とされた、落とされて帰ってきたのが次の日の朝の、まあ、早い時間に兄がポッと帰ってきて、あ、ほな朝帰ってきたってことは容疑者で帰ってきて、そういうことです。ですからその容疑者で一晩中記者の音を聞きながら多分寝られないでしょうし、どうして俺が落ちたかという思いの中でね、この過ごしたんですね。それが曲に変わった。なるほど。その曲は世界一認められた曲をね、18歳で作って、どうして芸大すべらないかんかったんですかという思いがあるじゃないですか。これちょっとあれですね、まあ、そういう NHK ですねこれ、まあ、ちょっとお話し最中で申し訳ないですけど、ちょっと小腹空いてきたんで、お食事も注文させていただいていいですか。いや、日替わり弁当でよろしいですね。日替わり弁当、はい、はいはい、おすすめならばそれで、はい、おすすめだったらすぐできます、はい、お願いします、はい、ではこれ、はい、ご飯来ました、ありがとうございます。これが日替わり弁当。そうですね、はい、いただきます。今日は豚の生姜焼き、豚の生姜焼き、タレが合うかどうか、生姜の多い時と少ない時と、まあ、合わないなら合わないで、はい、まあしょうがないしょうがない、それで言ってください、言ってください、すいません、うん、美味しいですよ、生姜焼き美味しいです、普通にもう家庭の味って感じで。本当かな、うん、ほんまです。まあ、カメラ回ってる間言ってること全部信じる必要はないですけどもう65でもうスナックやめて喫茶中心でやろうと決めた時に、まあ、コーヒー立ててなんかそういうのだけっていうのはなんかやってる気がしなくて、なるほど、それで食事を入れよう思って、うん、まあ昼10人ぐらいはしてたんです、決まったお客さんがあったんですけど、次々もう亡くなられたり変わったりあれで、これを作るのはお一人だけ。なるほど、はい、じゃあすみません、自分と自分がまた食べるのか。なるほど、うん、毎日訪れるたった一人の常連さんのために作る日替わり弁当、美味しそうに食べる姿を見ながら語らう時間が何よりの幸せなんだそう。お豆腐と、うん、ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。ライフタイムリスペクトだいぶ、はい、売れたと存じているんですけども、はい、なんか生活変わったこととかってありました。まあ、街歩きにくくなったっていうのありましたね。どこ行ってもこうめちゃくちゃ認識されちゃうから、大阪だったんで遠慮なしにガーッとこう集団で走ってくるとか、
あとこう病院でこう熱あるからぐたっとしててもこう おばちゃんピャッと横来てサインちょうだいとかそういうのはまあ困りましたね。なので有名になって嬉しかったとかも、うん、あんま別にないし、贅沢がしたかったわけでもないので別にそういうこともしてないですね。そのほんまに怖いことはなかったですか？あんまり聞かない方がいいんじゃないですか本当にシャレにならない話になったらよくないし、ありそうですしね。マジでやめましょう